モルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証しに記録されている実際の出来事に基づく。一方、アビナダイという男が預言し始めました。行って私のこの民に預言しなさい。彼らは私の言葉に対して心を固くなにしており、悪い行いを悔い改めていない。この時代の者たちは罪悪のために奴隷にされ、砲を撃たれ、人々に追われて殺される。そしてノア王の命は熱い炉の中の衣ほどの値打ちもなくなる。兄様のつもりだ。悔い改めなければ、主は彼らを地の表から滅ぼし去り、その記録は将来この地を所有する他の国民のために残されるだろう。連れて行け。そうよ。何か王様、王様、あなたの民について災いを予言し、神がこの民を滅ぼすと語った男を連れてまいりました。あなたの命についても災いを予言し、主がそのように語ったと主張しています。また悔い改めなければこのことは全て起こると言っています。あなたがどのような大きな悪事をなさり、あなたの民はどのような重大な罪を犯したので罪に定められ裁かれなければならないのでしょう。牢に入れろ。